皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、ちょっとだけよ。では、一つのコマンドや操作に関することをご紹介しています。今回のお題は、ゼロパディング。では、早速始めましょう。コマンド操作でゼロパディング。 今回のデータソースは、こんな感じの数値です。この数値に、前0をつけて、6桁のテキストに変換したいと思います。Excel なら、テキスト関数一つで簡単に解決できます。Excel の場合、表示形式を使って、見た目を変更する方法もありますが、ご覧の通り、 右寄せで表示されていますので、こちらは数値の見た目を変更する機能です。一方、パワークエリ e エディターのコマンドを探しても、現在のデータの前に指定のテキストを追加する。プレフィックスの追加のコマンドはありますが、桁数を揃えるコマンドは見当たりません。さて、どうしましょうか ここが、ステップを追加できるパワークエリーエディターの新骨頂、一つのコマンドでできないなら、複数のコマンドを組み合わせればいいんです。今回組み合わせるコマンドは、プレフィックスの追加と、抽出の最後の文字。この二つのコマンドです。実際にやってみましょう。 データソースのテーブルを取得しました。今回のデータはご覧の通り、1桁から6桁のデータまで、桁数はバラバラです。最初にやることは、すべてのデータを6桁以上にすることです。それには、変換タブをクリックして、テキストの列グループにある、書式をクリックします。 表示されるメニューから、プレフィックスの追加をクリックします。プレフィックスダイアログが表示されるので、値のテキストボックスに、0を5個入力します。0を5個追加することで、データの中で一番桁数の少ない、1桁のデータも6桁になるというわけです。プレフィックスの追加を実行すると、 列の型は自動的にテキスト型に変更されます。これで全てのデータが6桁以上になったのでテキストの列グループにある抽出をクリックします。表示されるメニューから最後の文字をクリックします。 最後の文字を抽出するダイアログが表示されるので、今回揃えたい桁数である、6を入力します。OK ボタンをクリックして、抽出を実行します。いかがでしょうか見事に6桁の前0付きテキストに変換されました。これがパワークエリ e エディターの楽しいところですね。 できないことを複数のコマンドを組み合わせて解決する。ワクワクしてきますね。タヌキ親父は継続し繰り返され引き継がれる業務ではゼロパディングもご紹介したコマンド操作を組み合わせる方法で行うべきだと思います。それは業務は誰でもメンテナンスできることが 最優先と考えるからです。一方、個人の技能向上も必要だと思いますので、M 関数を使ったゼロパディングの方法についてもご紹介しておきます。ゼロパディングを実行する M 関数は、テキスト、パッドスターと関数です。ヘルプの情報を記載するとこんな感じです。第1引数の先頭に、 1> 第1引数が第2引数で指定した長さになるまで、第3引数を挿入する。ということです。もっと簡単に言うと、第3引数に0を指定すれば、指定の長さになるように前0をつけます。ということで、今回やりたいことそのままですね。今回のバリュー列をロを使って6桁に揃えるには、 この数式ではダメです。第一引数のテキストは、なるまたはテキスト型のデータが必要で、バリュー列は数値型の列なので、エラーになります。数値をテキストに変換するには、Number to テキスト関数を使います。Number to テキスト関数は、 1> 第1引数の数値をテキストに変換する関数です。M 関数を使って前0をつけて6桁に揃えるにはこうなります。実際にパワークエリーエディターで操作してみましょう。M 関数を使うには詳細エディターでコードを記述する方法もあるのですが今回はもっと簡単に M 関数を使う方法として、列の追加タブをクリックして、全般グループにある、カスタム列をクリックします。カスタム列のダイアログが表示されるので、カスタム列の式に、先ほどの計算式を入力します。ダイアログ下部に、公文エラーが検出されませんでした。と表示されれば、 正しく入力されています。OK ボタンをクリックしてください。カスタム列が追加され、バリュー列のデータに前、0をつけて、6桁に桁揃えされたテキストが表示されました。ちなみに、計算式の最後の括弧の前に、タイプ、テキストを挿入すれば、列の型をテキストに変更できます。 いかがでしたかお役に立ちましたら、高評価をよろしくお願いします。また、動画作成の励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、始めよう。